久しぶりなんです。でもそんな会いた感じしないけど、あ、こないだ確かに、なんでだろう、なんか一回サボったかな。サボったかも。やるショールーム。やらないと。ない、あれないで。あるんですか。来てくれますか。今始めたとこ。モバメ来たって。今来たの。二時半ぐらいに送ったやつ。二時で9分までしっかり追加したい。ありがとう。初めてコメントします。公演ありがとう。こちらこそ。皆さん、オンライン話し会とお花火もありがとう。握手会と写メ会プラス肩叩きがあります。そうや、肩叩き。そう。カリンは明日初舞台初日でございます。頑張って、頑張って。楽しみ。見に行きたかった。ありがとうございます。そう、リハーサル、リハーサル頑張ってください。置いてかれる。お前置いてったろ、ね、いっぱい進めたろ。やめて、やめて。欲しい、絶対欲しい。絶対欲せへんからな。なんで振り目みたい。うん、わー嬉しい。私も追加したい。ありがとう、追加したい。ありがとう、嬉しい。ぜひまだチケットの方もありますので。ちょっと待って、私の方でも今ちょっとちょうど始まった。優しい、優しいです。本当にぜひ来ていただけたら。コシリンからなんかお知らせがあるみたい。そうなんです。皆さん、明日明後日しあさってと3日間近鉄アート館にて舞台がありまして、はい、キューマさんと石田さんが、脚本演出をされている舞台、デザイアーズマンションっていうんですけどね。もうお二人がリレー形式に台本書いてるんですよ、うん、だからなんか辻褄合わせを後々にしていくんですけど、もう本当に様々でとてもいろいろ謎解きしながら見ていただけるんじゃないかなと思います。もう衝撃が、5、6回走ります。なので今のおかげでみんな多分めちゃくちゃ気になってくれたんじゃないかなと思うんで、ぜひお時間ある方はぜひ来ていただけたらと思います。梅田の近鉄アート館なので、明日ですね。明日明後日、明後日、3日間あります。5公演、5公演。頑張って。土日なので来やすいんじゃないかな。ぜひ、めっちゃ笑い泣きすると思うんでタオル持ってきてください。笑い泣きすごい。いやでも涙あり笑いありかも。ぜひ楽しみだね。来てください。あ、天王寺でした。梅田反対だった。天王寺のとあれでした。近鉄アート。明日暇だから行こうって。ぜひ待ってまーす。今日の髪型可愛かった。誰のでしょう。なぎささんかな。でもなぎさん久しぶりに見たその髪の毛。そう。これどうやった？可愛いです。って言うしかない。まあ、やってるよ、ほんまに。言うしかない。いやなんかそうめっちゃ久しぶりやってんけど。なんかいつも過ぎても思わないかなと思ってたり、お団子にしようか迷っていて、いつも下お団子大事よ、大事、うんうん、待ってます。皆さんありがとう。ちなみに私も10月19から22日まで、うん、川端さんが脚本演出をされている、うんうん、ピノキオの絵本の本の中の僕、ちひ、待って、ちひと一緒に出ますので、ぜひチケットがね販売されてますので、ぜひ皆さんお待ちしています。はい、お待ちしています。10月ね、10月、もう今日で8月も終わりです。あ、ほんまや。早いです。明日から9月です。あっという間ですよ、なぎささん。2ヶ月後は私の誕生日やね。あとヒューマンの出来事で いやもうなんか最近楽しそうで、よかったよ。そんな風に見られてんの、はい、よかったなって思います。なんかもう楽しそうでワクワクしてて生き生きしててよかった。大好き、みんな大好き、うん、でもそれが溢れててね。そう、それが切なくも感じたり、もうコシリンとかゆうちゃんと喋ってたらもう泣いちゃうね。なんかダメダメ、もう泣いちゃう。でもこの時間を大切にしないとね。いやそう、本当に噛み締めてる、うん、噛み締めよう、うん、
MC でもよう噛んでるし、いやもういや今日なんか MC 今日ゆうちゃんが仕切りしてくれたんですから、なんかいつものゆうちゃんじゃなかったのが可愛かった。いやいやねん、だからいつもなんかだから嫌やねん、かしこまるねん、そう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 、だから言うかしこまんねん、ほんまに丁寧な言葉、丁寧な言葉しゃべろうとして全然言葉出てこないくらい、うかさうかに嫌だ、それが可愛い。めっちゃ反省したね、その後のガキガとグガずっとあんまりごめんなあんなセクシーな曲でちょっと反省会してたから。そうだったんだ。カキから作られたボールペンか卵の殻から作られたボールペン、どっちがいいですか。何その質問何なのそれ、何なのカキ前のあのお仕事の時の、ああ、はい、どっちがいいですか。卵の殻え、あのお仕事のやつね、はいはいはい、ええ、あかりん牡蠣食べれない、あじゃあありがとうあそう言ってたね、なんかもらったみたいな、ありがとう、はい、くれて、お疲れ様でした。そうなんです、一緒に坂田さんとお仕事して、うん、こういうね、なんかこうこういうの学んだんですわ、うん、え、そういえばじゃあこの間なぎさとお仕事一緒にして牡蠣食べたやん。そうなの。そう食べました。食べれた、初めての牡蠣、お腹壊さなくてよかった、よかったな、初めての牡蠣でした。あ、なんか食べたことあったんだけど、あの焼いた牡蠣は多分初めて食べた、ロケでは初めてって言ってましたけど、あ嘘ついたな、いや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 、このこのなんかあのバーベキューで食べる牡蠣は初めて多分、あれ冷めるわあ、りんって本当にね記憶もなくなっちゃって困っちゃう。なぎさんも記憶全部ない。いやいや、なぎちゃんは、いやいや、でもえ本当ですか。え、なぎちゃんでもさ、フリーとかもそうやん。そう、ああ、フリーとかはそれはそうな、ほんまにそう、うん、ゼロに戻っちゃう、ゼロに戻るから、オーマイガーとかも忘れてもあんな簡単なフリー、なんかそういうのを感じてたから、うん、なんていうの、そのちょっとした人の会話を覚えてることにびっくりしたんです。あ、プレゼントですね、今日 MC 出てたやつ、ああ、うん、確かに、うん、なんか人の会話覚えてますね、覚えてる、めっちゃ盗み聞きしてる、いつも楽屋とかで、うん、こうしてると思いきや、みんなのいろんな話聞いてる、もう疲れ切ってるのかとか思ってたりするけど、うん、聞こえてくんね、なんかほんでクスって面白いと思って、なんか可愛いなとか思ったりして、でもなんかそういうのがあるからいろんな出来事を覚えてたり、うん、面白いとか、なんかクスッとすることのに気づけるんでしょうね、うん、ちょっと興味がある人に、人の話とか確かに興味ある、うん似こうって、似こうって、好きな人に興味ある、うん、嬉しいな、すごいな、卵の殻で作られたの、すごいな、ノールペン、すごい、今こういうの多いですからね、サラサラする、はい、質感とてもすごいです、いくわっていい、やめてください、やめてやめて、いいな、でも自然、ね、めっちゃ描きやすそう、劇場で使おう、うん、本当や、ね、反省会ノート ノートで、反省会ノートにつけてる、もう携帯につけてる、あ、反省会ノートにつけてます、うん、どっち派、私の携帯、いや、なんか編集してる時にさ見返す、うん、そう見返せるし、確かにすぐな開けるから、確かに確かに、でも字書かへんだったらな、忘れちゃうくない、あ、うん、なんか書いた記憶があったりとかできるから、まあでも結構忘れてますでもそうだよねそうだよね、私本当に直せない人です、そうな、人に注意されても、そう意外と、え、コシリンはもうほんまに全部完璧やと思って、いや、ちょっと分かってる人には分かってる、レイちゃんとかにはボロクソ言われますから、レイちゃんバレてます、ちょっと見てるからね、そう、それレイちゃんが今日ね生誕祭のお手紙書いてくれて、ね、レイちゃんのこと思ってた、嬉しい、よかった、レイちゃんのこと大好き、ね、よかった、ほのぼのしてなきゃないし、いや、ほのぼのしたいつも殺伐としてんの、いや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 、文化がおってそっか、ま、漫才みたいになってるよ、あ、確かにガヤガヤしてる、文化さんもいなぁ、そうですよ、そうだよ、ね、またみんなで会いたいですね、会いたいね、ゆうちゃんのカフェ行かな、あ、そうだそうだ、ゆうちゃん絶対行くから、ゆうちゃんがおらないと行かれへん、そうそう行かれへん、いや大丈夫ですよ、いやいや、カリンカリン場所分かってなんで？ほんまに。カリン場所分かってる。あかん、あかん。記憶飛べ。会員制みたいな。いやいやいや。雰囲気出して。大丈夫です。めちゃくちゃ誰でも行けますから。はい。私と行かな
ないといけないの、あれは。なんかゆうちゃんおすすめの、ね、だってミルクティーが美味しい店、ミルクティーが美味しい店があるんです。そうそうそう、でも教えません皆さんには。大丈夫です。あかんね。URL も持ってます。あかんね。じゃあ食べてもいいけど。あかん。行かれへん。私ゆうちゃんおらないと行かれへん。行かれへん。あ、その店断られる。断られる。え、そう。あ、石田ゆみさんはって。そんないつもちょっと石田ゆみですみたいな感じで入ってんの。そんなことないです。この間あの満帆で断られましたからね。すいませんちょっと3人は無理ですって一回言われてから。そうそうそう、で、ね、待ったらいけてんな。待って待ったんや。待って行きました。待った。待つほどの飲みたくなる。そうマジでうまいの。そうそうそう、行きたい。なんかリハーサル期間があるのでその時に行こうって言って。そう行こう。必ず。顔パス。人気店。そうです。楽しそうやって。みんな白シャツ仲良し。うまや。ちょっと似てんな。真っ白い。ゆうちゃんはさ、セクシー。いつもセクシーなんですよ。どういうこと？中出してるだけ。中出さないですね。何そのキャパ。だってめっちゃ見てくるもん。めっちゃ見てくるもん。見てくるから。って見たかって言った。恩返ししたんですか。二人とも引かへん。もう引かへん。恩返しした。恩返ししてる。でも楽しみやな。ねね、ツアーもあるし、周年も、はい、周年もあるし、だから9月もたくさんですね。盛りだくさんです。でもほんまリハーサルが楽しいって最高やない。すごいことですよね。ネミってほんまにいいグループや。いやなんかそうやって自分たちが一番分かってるのに、うん、なんかそれがこう伝わりきってないこと、うん、私たちを今応援してくれてる皆さんは気づいてくれてるけど、うん、なんか伝わりきってないことが悔しくも思いますね。こんなに素敵なのに。メンバーがメンバーを尊敬し合えたり尊重し合えるってすごいよな、うん、本当に。なんかなんで金って書いたの？なんで金って書いたの？金が、ね、なんで金って書いたの？このいやこれなん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 このここに金って喋りながらねーみたいなねえビーに伝われないですよねと思ってなんか金って書いてんの？思ってるから伝われへんのなあ。いやいやなんか金を鳴らすってこと？なんか今一文字書こうと思ってたらなんかなんで金な？善ってまず書いて点々なしの、うん、点々なしの善にじゃああんまりだなみたいなお金になっちゃいました。なんなんて一文字書こうと思ってなん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 分かんない。無意識にお金書いてる自分がちょっと悲しい。なんだんだろうね。伝わってほしいですねもっと。ねえ、ね、バイバーイ。バイバーイ。なんか MV 撮影とかもいい雰囲気だなとか思いましたよ。めっちゃなあ、うん、嬉しかった。いや小声で練習してくれてる時嬉しかっためっちゃ面白かった。もうでもおかりなんか楽屋見て好きだなと思いましたね、うん、雰囲気見てみんなの会話とか見てか、うん、あのダンスみんながこう練習して自分に言われてるみたいでめっちゃ嬉しくなる。渚さんが自分で渚を持って歌っ て、そうほんならすんなり歌詞出てくるからみんな歌詞覚えられへんって言ったからさ、そうだから、うん、じゃあみんな渚を持って歌ってって言って音楽を聴いて、うん、でみんな渚の方を見て、うん、あの3人ぐらいな、うん、マイティとユイナとシンシが渚の方を見て、うん、渚さん行こうって言って、いやそんなことないよ。カリスマ映像持ってるんで、今回はちゃんとあの作りたいと思います。YouTube に上げようと思います。それなんか全然今回もメイキングとかいっかって思ったんです。撮るつもりもなくて、うんうんうん、でも本当にその瞬間の楽屋を見て撮ろうってなった、これを世に出さないのもったいない、この素敵な空気感って思って撮って載せることを決意しました。嬉しい。撮っただから、あれやな、公園のさ、うん、前の楽屋とかでもさ、うん、めっちゃ雰囲気いいわけやな、うん、もう隠しカメラつけてほしいぐらい、うん、隠しね、ね、じゃあカメラがあるとみんな多分でカメラがあったらな、そう、そうあったらちょっと面白くなくなるから、確かに噛んじゃうから、やめなさい。楽屋でも噛んでるわ。だからね、あんま意識せずにね入れるときに確かに思う思う。
明日からねまたある企画始まるんでねグループそうだよちょっとお楽しみに。まあとにかく言えることはあでもここで言ったらあかんのか。もう聞こえてると思うねんけどな。あダメかもあかんか、うん、大丈夫今の小声で聞こえてないねグループでなんかこう一つのことを達成しようが初めてだから楽しみですね。頑張りましょうねみんなでお尻いただいて。そうほんまになだからやってない子いたらわやりなさい、うん、そう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 やりなさい。そうそうそう師範が見るわやっていこう。動き出しますね、はい楽しみに。私もまさかやる時が来るとは。そうやんな、はい、ほとんどじゃないみんな、うん、なほとんどの声そうやもんな、うん、でもなんか楽しいですもうな、うん、いっぱいな、うん、楽しみ。そう何かな協力し合ってみんなでやっていくっていうのがなねいいこと、ねうん、個性も出てくるしね、うん、そうそうそう同じことをやる中で個性が出てきたそうそうそう、うん大喜利って違いますね。渚最高にかかったこと。いやでもガリも覚悟してます。何？これからまあこう渚さんとのお仕事があった時は、うん、大喜利を覚悟してついていこうと思ってます。いつ振られてもおかしくないなと思って。嘘。一番増えるんじゃないかなってこの時期が。マジ？うん。でも逆にそれ乗り越えたらね、うん、逆になんかなくなっちゃうのかなっていう寂しさもあったり。昨日も一日さ、うん、その取材日みたいなのをさ、していただいてさ、うんうん、渚最高のことについていっぱい話してて、うん、で、れいちゃんとみかなと、うん、わかちゃんと一緒に、うん、楽しかったなー、よかったそう、メンバーとの一日なんか行ったり仕事したりとかもさ、楽しいし、なんかさ、記者の方がさ、いっぱい聞いてくれるやんか、うんうん、レイザ最高なんて、ミュージックビデオどうでしたか、うん、レイザさんとの思い出はとかさ、うんなんかみんなめっちゃ嬉しいこと言ってくれてさ、うん、もっと聞いてくれと思ってじゃあ心の中でかわいいそっかいや嬉しくてわかるわかるでも確かに何の時はさせてもらいましたけど、うんうん、なんかいい時間だなって思いました。お互いの好きなところをこう発見できるし、うんうんうん、より好きになる時間でしたね。何考えてるかとかも知れるもんな。そうそうそう確かにこんな風に思ってたんだとか嬉しくない、ねなぎいちなぎいちなぎいちこの間担いだで私なぎさんのこと、うん、あれん時やあとジャムもう立ちましたね15分経ちました。じゃあそろそろ終わりたいと思います。見ましょうかね。ランキング発表していきます。13位かえでちゃん12位えみこちゃん11位ことはちゃん、10位ともすけ、9位もえちゃん、8位ゆみちゃん、7位くるみちゃん、6位たいきちさん、5位のあらしのつけのつけさん、4位にほんちゃん、3位わるよしさん、2位さつきちゃん、1位りょうたろうくん、ありがとう。メンバーチコ、悪化しませんように。バイバイ。明日舞台初日なので頑張ってきます。おやすみ。バイバイ。